浅田虎松と鏡賀美スケは実は兄弟です。今回の4話で鏡圭ーは施設育ちだと分かりましたね。その際、母親のことは話しましたが、父親のことは出てきませんでした。これは怪しい匂いがプンプンしますね。問題はどのような兄弟かですよね。普通の兄弟なのか、 イボ兄弟なのか、イフ兄弟なのか。名字から推察すると、イボ兄弟なのではないかと私は思います。虎松の父親が一条、母親が浅田なんですよね。養子に入ってれば、鏡になってもおかしくないのですが、施設育ちだと言って、養子になったという話は出てきてないんですよね。となると、虎松の母親とは別な人が、 母親なのではないでしょうか。気になるところは年齢差ですよね。虎松は35歳で、鏡は30歳なんですよね。鏡の方の母親ともし再婚して離婚してできた子供だとしても、さすがに虎松記憶ありますよね。ということで、鏡の母親は一条ヒューガと結婚はしてないと思うんですよね。 鏡の母親と一条ヒューガのつながりは何なんでしょうかここで注目したいのが一条ヒューガの職業ですよね。一条ヒューガの職業は高校教師です。鏡の母親は一条ヒューガの教え子だったんじゃないでしょうかそしておそらく一条ヒューガはその教え子が妊娠したことを知らなかったんじゃないですかね。 どのタイミングで何の理由で別れたかわかりませんが、別れた後に妊娠したことが発覚、そして生まれたのが鏡圭介ではないでしょうか。そう考えると鏡が言った警察官は立派な人しかなれないからという言葉に重要な意味が帯びてきます。虎松は自分の父親が殺人犯だから警察官になれないと思っていましたよね。 同じことを、鏡圭介も思っていたんです。鏡圭介も、自分の父親が殺人犯だから、自分は立派じゃないから警察官になれない、と思って警察官になることを諦めたんです。ことの発端である、このドラマの最大のミステリー、なぜ一条ヒューガは殺人事件を起こしてしまったのかを考察していきたいと思います。 前回の考察では、一条ヒューガと宗方さんの家がどんなつながりがあるのかわかりませんでした。今回、一条ヒューガと宗方さんの家は隣人ということがわかりました。つながりがうしい動機が全く見えてこないですね。まあ、そうなると、一条ヒューガがただのサイコバスっていう可能性もあるにはあるんですけどね。本当に一条ヒューガが ただのサイコパスで、その息子、虎松が悩みを抱えて生きてきたというのでもいいのですが、だとしたら、あまりトラマツのその親がサイコパスっていう感じが表現されてないんですよね。このドラマの主軸は、なぜ一条ヒューガは殺人を犯したかってところに置かれてると思うんですよ。でも、今のところ、トラマツから感じるのは、普通の父親が いきなり殺人事件を犯したっていうことしか伝わってこないんですよ。しかも、一家4人残殺してるんですよね。普通の喧嘩で殺してしまったのとわけが違うんですよね。だからここは、やっぱり、一条ヒューガは殺していないということで考えてみます。じゃあ、誰の罪を被っているのかというと、鏡圭介の母親か、もしくは、鏡圭介 自身ですよねここでイボ兄弟かイフ兄弟かどっちかと思った時にイボ兄弟じゃないかと思った理由があるわけですよイフ兄弟だとしたら血はつながってないんですよねしかも虎松に一切記憶がないことから鏡の母親鏡自身とそんなつながり長いわけじゃないんですよねそんな人の罪を自分の息子がいるのにかぶるかっていう話ですよね さすがにそこは被らないと思うんですよ。ただここで、鏡圭介が一条ひゅも知らなかった10年前に生まれた自分の息子だと思ってください。そう考えると、10年間この子供に何もしてあげられなかった罪の意識と、この息子を救ってあげなきゃいけないという気持ちから罪を被る可能性はありますよね。比較的 体の大きな10歳であれば、不意をつけば、なんとか大人でもいけそうな気がしますね。やっぱり、一家4人殺すって普通じゃないんですよね。井浦さんはサイコパスな役、めちゃくちゃ合いますけど、伏線がないんですよね。それよりだったら、全員がそうなるわけじゃないですけど、親の愛を知らずに育った鏡圭介がサイコパスに育ち、 一家四人惨殺した。それを本当の父親である一条ヒューガがかばったと見た方がなんとなくしっくりきますよね。そしてサイコパスに育った加賀美圭介は今も捕まっていません。この吸血鬼殺人事件の犯人も加賀美圭介なんですよ。加賀美圭介が春洋町に引っ越した頃、4月13日に殺人事件がありました。 なんか色々符合していくんですよね。ただ、なんで鏡は吸血鬼のふりをして殺人を犯しているかはわかりません。20年前に見た赤い血が綺麗だったからとかそういう理由なんですかね。今回第4話のラストで鏡は心へ傷しましたよね。あれもタイミングおかしいんですよね。今までずっと心をくどくタイミングあったわけですよ。それなのに 結婚したタイミングでキスするんですよ。頭おかしくないですか、普通。来週のあらすじを読む限り、鏡は何が悪いか分かってないみたいですけど。だから、鏡がが本当に心を好きかどうかは別として、虎松に嫌がらせしたいんじゃないですかね。虎松のものを奪いたいというか、自分の父親である一条ヒューガとは一緒にいれなかった。そして、自分が殺したか、もしくは一条ヒューガが殺したせいで、 自分は警察官になれないと思った。一条ヒューガの愛情、そして自分がなれなかった警察官になった虎松が羨ましく妬ましかったんじゃないですかね。だから心を奪おうとしたり、来週虎松の知り合いを殺そうとするのではないでしょうか。もし虎松に対して嫌がらせの意味で殺人を犯すなら、ヨヨ塚カユキオが死ぬんじゃないですかね。 もし事件に関する関係者を殺すのであれば、梅バーか五十嵐大五郎でしょう。梅バーと虎松は仲がいいので、復讐とも取れますし、あとハンカチをもらった人の事件の関係者でもあるので、まあちょうどいい存在ではありますね。たくさん出番あるわけじゃないし、梅バーかなー。今回気になったことは、闇原蓮は なぜ20年前の一条ヒューガの殺人事件にこだわるんですかね。当時6歳なんですよね。なおかつあの一家には闇原蓮と同い年のような子はいないんですよね。まだ終わっていない感じと虎松を怪しんでるんですよね。何か確証があるからこだわって虎松を怪しんでるんですかね。一条ヒューガの殺人事件、実は 浅田虎松が本当の犯人という説もあるにはあるんですよね。虎松の殺人を知った一条ヒューガは、虎松を一旦返して綺麗な服に着替えてら、そのまま通報するように言ったとか、ありえはしますね。ただ、それだと心と虎松はどうやってもハッピーエンドには終われないんですよね。だから、虎松真犯人説はやめてほしいな。 そして先週雨の日の結婚式最後に出てきた黒スーツの男は闇原蓮でしたね。そしてその後走ってきた鏡圭介それだけであのシーンはこれといったヒントはないですね。そして今回驚きましたね。庭月源氏と庭月聖夜は親子ではなくパートナーでしたね。 義理の親子で何かあるのかなと思ったらパートナーでしたか。これは思いませんでしたね。このパートナーに関しては本筋に絡んでくるんですかね。パートナーが絡んでくるかはわかりませんが、庭月源氏の前の職業は高校教師でしたね。一条ヒューガも高校教師です。これは事件に関連してきますね。庭月源氏が 一条ヒューガの高校教師の頃のお話を持っているのではないでしょうか。今回の見どころは吉田幸太郎さんの病院でのシーンでしたね。もっと吉田幸太郎さんのふざけたシーン見たいです。ということで来週も楽しみですね。来週も放送日の翌日には考察動画あげますので気になる方はチャンネル登録何卒よろしくお願いします。 私も町田啓太さんに不意打ちキスされたいと思った方は高評価、チャンネル登録、ベルマークの通知登録、何とぞよろしくお願いします。ツイッターなどもやってますのでそちらもフォローしていただけると嬉しいです。最後まで見ていただきありがとうございます。今日もお疲れ様でした。おやすみなさい。